はい、どうも皆さん、こんにちは。いずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレスの時代に最小限に抑える財布、思い越しを上げて、お財布を買い替えましたということで、 今回のテーマは僕のお財布についてですね、まあ以前の動画で、まあおまけの部分ですかね、まあお財布をそろそろ買い替えようかなというふうに検討していたんですが、それからですね、まあ数ヶ月を経過して、やっと、やっと買い替えました。で、この動画では実際に僕が購入したお財布のレビューや、まあ使った感想などをですね、まあサクッとお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということで、まあこちらがですね、僕がこれまでずっと長く使ってたお財布なんですけども、まあちょくちょくね、まあ動画にも登場したことがあるんですけども、まあ見ていただくとわかるように上の方にですね、まあキャラクターというか、あのラインのブラウンですかね、まあ多分それっぽいようなキャラクターなんですけども、 これをマネークリップではないんですが、で、あとクレジットカード免許証とかもろもろ挟んでずっと使っておりました。でですね、まあ個人的にはまあコンパクトに収まるので、まあ全然これで良かったんですけども、まあいい年してね、まあ僕はもう今年で31歳になるので、もうお財布を持とうと思って、やっとですね、ついに購入することを決意しました。 で、今回ですね、僕が購入した財布はこちらとなっております。じゃんということで、こちらの二つ折りのお財布ということですね。まあもう見ていただいたらわかるように、とにかく普通のお財布です。で、あの、ほんとね、 結構あの、いろんなお店とかも歩きながら回ったりとか見たんですけども、なかなかこう自分にしっくりくるようなお財布っていうのはなかったんですよね。で、あの、たくさんのコメントもいただきまして、お,さおすすめのブランドであったりとか、僕全然そういうのがわかんなかったんで、皆さんのコメントも全部検索をかけて、あ、こういうのがあるんだなと思いながら、いろいろと調べさせていただきました。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。ですけども、今回僕が選んだのはこちらのお財布ですね。 で、なんかこう気になるブランド名なんですけども、今出てるこちらがロゴですね。僕実際によくわかってないんですよ。購入したのが今回なんと楽天市場で購入したんですよね。で、書いてたのが、公式ページになったのが、ドンテポーナイタリーっていうような、まあ一応、ちゃんとメーカーの名前はあるみたいです。もう本当にこういうのよくわかってないんですよね。 で、一応説明書きには牛革本革レザーという風にあったので、まあ多分そうじゃないんかなと思います。まあちょっと値段は最後の方に言うんですけども、多分匂った感じとか、普通の革っぽいなっていうような感じはしました。僕そういうの本当全然わかんないんですけども、あ、牛革な感じの匂いはしましたね。で、サイズはこんな感じとなっております。横 115mm、縦 85mm、厚さ 10mm、重さ 68g ということで、まあかなりコンパクトな感じですね。で、早速開いた感じ見ていこうと思うんですけども、こんな感じとなっております。まあ至ってシンプルですね。 で、カードを入れるところがですね、まずここと、あとここに3枚入ります。でですね、まぁ、あ、ちょっとあの中に入り込んだら、ここにも2枚入れることができて、合計でこのお財布には6枚入れることができます。 ですけど、まあ僕そんなに持つことがないので、まあ免許証とか合わせてトータルで4枚入れる予定ですね。まあ実際に入れた部分をお伝えします、後ほど。で、今回ここがもう僕は良かったなと思って、真ん中にマネークリップがあるということで、まあ通常のマネークリップだけであれば、先ほどのね、ブラウンのあのチープな感じのクリップでずっと良かったんですけども、このタイプのお財布って、まあちょくちょくあったんですけども、意外となんかこうしっくりくることがなくて、 これが思ったよりすごい使いやすいんですよね。で、そのお札の端っこぐらいを挟むための、まあちょっとポケットもあるという感じとなっております。で、こちらがお財布を閉じた部分の裏側ですね。今回はこのお財布、小銭入りがついております。で、ここファスナーがついておりまして、実際に開くとこんな感じとなっております。まあ実際にですね、今回僕はもう本当実は小銭入れ全然必要ではなかったんですけども、 これが思ったよりかなり活躍してまして、もうじゃらじゃら小銭入れる。でも本当ね、僕はあの動画で発信してる通り、まあキャッシュレスな生活をしてるので、本当に小銭を使うことっていうのがほとんどないんですよね。ですけども、やっぱりね、小銭が出ることっていうのはたまーにあるので、まあほにここに数枚入れるだけでもすごい便利がいいなっていうふうに思いました。 ま、実際に入れてる写真がここですね。ちょっと真ん中の方見えづらいんですけども、ここに500円玉と100円、トータル2枚入れてます。もうこれだけでも全然ね、薄い感じなので、まあ、これ以上入れてしまうとちょっと厚さが出るので、まあ、ちょうど数枚、5枚くらい入れるのがちょうどいいかなと僕は思っております。で、また開いた感じのとこ,ところに一旦戻りまして、実際にカードを入れるとですね、こんな感じとなります。じゃんということで、 まず左から見ていただくとわかるんですけども、一番左が僕、運転免許証を入れてます。で、一番右側ですね。上から見ていただいて、キャッシュカード、そして、JAL カード、JAL のクレジットカードですね。そして今の、あの、ビザラインペイクレジットカード。一応、この合計で4枚入れてるということですね。まあ、実はですね、僕がずっとその、ブラウンのクリップを使ってる時は、運転免許証と、JAL カード、あとはビザラインペイクレジットカード。この3枚だけだったんですけど、今回からキャッシュカードを入れるようになりました。というのもですね、まあ、少し前も動画にしたことはあるんですけども、 送金アプリで有名なあのプリンですね。あれがちょっとね、いろいろと規約が変わりまして、現金を出す機会っていうのがプリンだけでも全然 OK だったんですけども、まあその規約変わった上で、まあそろそろキャッシュカードもちゃんと持つようにしようということで、一応一番上にキャッシュカードをあの念,の念のため入れてるということになっております。 まあちょっとこれはこれでね、悔しいところではあるんですけども、ちょっと仕方ないな、<laughs> 仕方ないなというふうに思います。次にこれがお札を挟んだパターンですね。僕はあのー、1枚札ずっと挟んでたんですけども、今回は1枚札が崩れて、1000円札が9枚今挟んでるような状態となっております。まぁ、あ、1000円札9枚だけでも全然これはこれで、まあギリギリまだいけるかなという感じですね。けどまあ10枚以上挟むとちょっと使いづらいかもしれないです。 で、先ほどお伝えしたお札の端っこの部分をですね、挟むところ、今左下見ていただいたらわかるように、このポケットにお札が入っている状態となっております。これでまあ、挟んだ状態で結構安定はするっちゃしますね。で、実際の厚み見ていただきと分かるように、こんな感じとなっております。先ほどもお伝えしたように、 カードが合計で4枚入ってまして、まあ、運転免許証を含むんですけども、それに加えてお札が9枚で小銭が2枚ということですね。まあ、これだけ入れてる状態であれば、例えばですね、男性の方であれば、スーツを着られる方で、胸ポケットとかに入れられる方であれば、まあ、これぐらいがちょうどベストなのかなと思います。もしくは僕はちょっとスーツは着ないんですけども、普通のデニムとかのまあポケットですね、前のポケットとかに入れてもそんなに違和感はないので、比較的まあ、これぐらいがベストなのかなと思います。まあ、一応ですね、 これのインターネットの公式ページにはもうちょっと入れれるような風に書いてるんですけども、まあ、これ以上入れてしまうとこの薄さがちょっとなくなってしまうのでそこはちょっと痛いのかなと思いますまあ入れるのはね全然自由なんですけどもでこの裏側はこんな感じとなっておりますまあこれ見ていただいたら分かる通おり、まあ、とりあえずまあこれぐらいでもお札はスマートに入りますよという感じですね で、実はですね、先ほどお伝えしたレザーの財布を使う前に、ちょっとだけですね、この三つ折りの財布を使ってたんですよ。これまあツタヤで2000円ぐらいで売ってて、まあほんと触った感じはね、まあご覧の通りなんですけども、開くとこんな感じです。まあこれも結構サイズが入って、なおかつカードまあ3枚から4枚ぐらい入るという感じですね。で、裏側こんな感じとなっておりまして、 まあ、とにかくこのお財布はご覧の通りですね、小銭入りがかなり使いやすい感じだったので、まあ、なんちゃかんちゃ、まあ、ちょっと外に出るときとか、まあ、運動するときとかですね、まあ、そういったときに今後は使おうかなという感じに思っております。まあ、使わなくなった理由としたらここが大きくて、お札を入れたときに、まあ、三つ折りそ,そのまんまですね、もう三つ折りになってしまうので、取り出したときにかなり、 しっかりと曲がってくれてるので、もし現金決済のお店であったりとか、何かこう、券売機とかに入れるときになかなか通らなかったりすることがあって、それもあって、このお財布はちょっとだけしか使わなかったんですよね。なので、先ほどお伝えしたように、これを使うときは、ちょっとまあ、外に出るときとか、運動するときとかの小銭入れ程度に使おうかなというふうに思っております。最後、今回このお財布をですね、まあ、約1ヶ月弱ぐらい使った感想なんですけども、簡単にまとめてみました。じゃんということで、大きく4つですね。 先ほどもお伝えしたようにとにかく薄くてコンパクトです。本当に今、まあ、キャッシュレス決済をする上で、まあ、スマートフォンだけで全然いけるっちゃいけるんですけどもやっぱりお財布は必要なので本当に薄くてコンパクトで持ち運びにはかなり便利がいいかなと思います。 で、あとこちらですね、小銭入れが意外に活躍ということで、やっぱり全部が全部、僕今福岡県は福岡市っていうところに住んでるんですけども、全部が全部のお店でキャッシュレスに対応してるかっていうと、やっぱりそうじゃなくて、ラーメン屋さんであったりとか定食屋さんとか、意外にやっぱりね、現金決済のお店があったりするので、そういったところではやっぱ小銭が出るんですけども、ここにまあ何枚か入れるときにすごいやっぱり便利だなというふうにはすごい実感しました。 で、そしてですね、コスパがいいということで、本当にね、このお財布ですね、僕、たまたまその楽天で見てて、あ、これめっちゃいいやんと思って、値段見て、マジかよと思って、まあ最初はですね、まあこれぐらいの金額なら、 まあ、騙されてもいいや、みたいな感じで買ったんですけども、まあ、実際に届いたらめちゃくちゃ良くて、で、その気になる金額なんですけども、それがこちらですね。じゃんということで、楽天市場で3480円税込みということで、僕が住んでる地域は送料込みでこの値段でございました。しかもね、7月24日現在この値段なので、僕の中ではまあ、先ほどもお伝えしたように、まあ、これはくらい出したら、まあ、とりあえず、まあ、騙されてもいいかなって感じで買ったんですけども、思ったより良くて、すごい僕的にはちょっと感動してます。 で、四つ目、最後、思ったより質がいいということで。で、先ほどの、ま、説明書きにもちょっとお伝えしたような感じで、牛側の、で、ま、レザーということで、ま、ほ、かなりね、質がいいんですよね、思ったより。なので、ま、どれぐらいね、ここからあと一年間使えるのか、半年しか使えないのか、ま、してや、あと一ヶ月でマネークリップが壊れるのかっていうのは、僕も定かではないんですけども、実際にこう、どんどん使ってって、皮に味が出てくれば、またそれそれでちょっと一つ楽しめるのかなと思います。ま、あそんなこんなで今回は僕が新しく購入したお財布についてのレビュー、 レビューをお伝えさせていただきました。まあ、今までねお伝えした動画の中でも商品レビューというのはちょっと珍しいのかなと思うんですが、僕はこれはこれで結構楽しいなと思います。まあ、普通にねこのお財布を動画というか、もう今はね写真のスライドでお伝えしただけなので。 もしかすると、このお財布の良さがあまり伝わってにくいのかもしれないんですが、まあ、少しでもね、キャッシュレスのお財布購入されるのを検討されている方がいらっしゃれば、参考になれば幸いです。一応ですね、今回お伝えした、このお財布に関するリンクに関しては下の概要欄に貼ってますので、もし購入検討されている方は一つ見ていただければ幸いです。 まあ、どちらかというと、このお財布、多分、まあ、メンズ向けのお財布にちょっと近いので、もしですね、男性の方で、キャッシュレスデビュー、まあ、ちょっと検討されている方いらっしゃれば、キャッシュレスお財布デビューですかね、検討されている方がいらっしゃれば、下の概要欄に今回お伝えしたお財布のリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました